続いては B.B. キングの登場です。これどんなギタリストなんでしょうか。まあもうすごい、それこそロックンロールだとかなんだかって今ずっと我々が聴いてる音楽のその元になっているやっぱりブルースっていうあの音楽なんですけども、はい、そのそれこそ前田紹介したクラプトンとかジェフ・ベックとかジミー・ペイジ、その他はもうほとんどのギタリストが聴いて通ってきた、ロック界の歴史に影響を与えた人って一番大きい、さすがキングというぐらいで、こう例えばなんかこうどういう風に影響を、彼はボーカルとギターがほとんど一緒なんですよね、うん、あんまりこうサイドギターは弾かない、サイドギターはね一切っていうぐらい弾かないですね、だからもう 歌いました、その歌の隙間を、でまた歌って、みたいな、サイドギターっていうのは例えば村上のこのコード、はいこういうのですけど、それをもう村上くしか変なんですよ、本当同じこと村上みたいな愛の手をこうやるっていうか、だからある種三味線、日本でいうと三味線的な、はい、ブルースっていうのは、まあ、これがブルースだっていうものはないんですけども、うん、すごく大きくざっくり分けると、はい、ブルースのその譜面上の進行っていうのがあって、うん、12小節で一つ のパターンなんですよ。なんか例えばどんな風にっていうのは具体的に、ブルースがどうやってロックンロールに変わっていくかというところを、はい、有名なアニメソングでこういう、はい、あ、おなじみの、聞いたことありますか、はい、おなじみの、それはじゃあまあスローな方でまず、はい、渋いとこ出してます、ロック調に、そうなんですよ、急にやっぱダンサブルになるっていうか、はい、本当に今僕がやってるものの全てのフレーズの元になってるのはそこです。はあ、じゃあ早速ライブをご覧いただきましょうか、はい、では B.B. キング2008年のライブ映像をご覧ください。ビヨンセの妹ソランジュノールズやボンジョビのギタリストリッチー・サンボラとの共演も見どころです。さあ B.B. キングご覧いただきました、いかがでしたか。もうさすがもう貫禄ですね、うん、もうやっぱりね、 B.B. キングもすごいですけどね、B.B. キングが従えてるバンドもすごいです。あ、そうですか。もう本当にね、長いことやってるなこいつだっていうね、ルシールを使ってるんですよ。あ、そうなんですよ、彼のギタールシールって名前がついてるんですよね。ギターに名前がついてる、あ、そう、ルシール、あ、同じこれでもモデル、そうそうです、あの B.B. キングが使ってるのとね、はい、だけど別に B.B. キングの彼女でもなんでもない、なんなんかね、そのクラブかなんかでずっとライブをやっていったら、はい、あの一箇所なんか事件があって、うん、でその時にその傷ついた子がルシールっていう名前で、でそれでその子の名前をつけて今でも弾いているという、